フォッカースーパーユニバーサル日本航空輸送のスーパーユニバーサルフォッカースーパーユニバーサルはアメリカのアトランティックエアクラフトコーポレーションオブアメリカが開発した単発小型旅客機であるオランダの航空機メーカーであるフォッカーの創立者であるアントニーフォッカーは1922年にアメリカ合衆国に移住し 1923年にはアトランティックエアクラフトコーポレーションオブアメリカを設立した。AAC は実質フォッカー社の北アメリカ支社とも言える企業でニュージャージー州のテターボロ空港を拠点に航空機製作を開始した。1926年に AAC は初の自社開発機としてフォッカーユニバーサルを初飛行させた。ユニバーサルは燃料タンクを内蔵した。 高翼単葉の木製主翼に開放式の操縦席を持ち、ーフロート式の水上旅客機としても運用が可能であった。ユニバーサルはオランダのフォッカー本社でもフォッカー海クシーの名で生産されたが、旅客がわずか4名だけであったため、本機の拡大、改良型が求められた。改良型は1928年3月に初飛行し、 スーパーユニバーサルの名で生産が開始された。機体は胴体と尾翼部が交換溶接によるトラス構造にハフ張り、主翼は全木製の合板張りによる型持ち式というフォッカー本社の機種と変わらない構造をしていた。ユニバーサルでは開放式であった操縦席は主翼前方に密閉式風防を備えたものになった。乗客はユニバーサルの4名から6名に増加し、 キャビンもそれ相応の拡大がなされていた。尾翼の操作をする操作作は胴体側面に剥き出しの状態で走っていた。AAC では約80機が生産された。アメリカ国内では経済的に優れた単発旅客機として短距離の航空路線で使われたほか、アメリカ海軍がザヤ -1 の正式名で短期間運用した。スーパーユニバーサルは アルゼンチン海軍でも採用されたほか、オーストラリア、コロンビア、メキシコ、南アフリカ、イギリスでも用いられた。このほか、カナダのカナディアンビッカーズでも15機が生産され、カナダ空軍やウェスタンカナダエアーウェイズで運用された。満州国では、満州航空が運用したほか、自社の交渉で若干機をライセンス生産した。後に開発した MT-1 には、 当機の構造が流用されている。しかしスーパーユニバーサルを最も多く生産し運用したのは日本であった。日本では1929年7月15日に日本航空輸送が東京大阪福岡間の定期旅客輸送を開始したがその際の主力として投入されたのがスーパーユニバーサルであった。日本航空輸送は 最大25機のスーパーユニバーサルを保有し、オランダのフォッカー社が製造したフォッカーカインとともに創設機の日本航空輸送の主力として活躍し、ソーフロートを装備した水蒸気として、福岡ウルサン形状ピョンヤン大連にまで拡大した国際航路にも投入された。1931年には中島飛行機がライセンス生産を開始し、 日本航空輸送で運用されたほか、大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍、双方が正式採用した。陸軍では、95式2型練習機として20機を採用したほか、フォッカー患者輸送機として1932年と1938年に2機を製作させ、愛国40号、愛国268号として民間権能の形で入手した。 海軍では、フォッカー式陸上偵察機とフォッカー式水上偵察機として1933年5月以降、約20機を運用した。偵察機といっても、戦線での敵上偵察には、低速すぎて不向きなため、主に地形観測や写真撮影に用いられた。1940年頃には、民用、軍用ともに、性能の陳腐化が著しくなったため、 第一戦からは退いたが、軍用機は横須賀守府などの所属で、商工連絡機として用いられ続けた。大森民間機空中衝突墜落事故1938年に日本で初めて発生した民間航空機同士による空中衝突による航空事故。訓練飛行中の中島製の本機に、同じく訓練飛行中のハンリット HD-14。 EP-2 型が衝突、双方とも、市街地に墜落し航空機の乗員全員が即死した、ほか、スーパーユニバーサル機の航空燃料タンクの引火による爆発に巻き込まれ多くの住民も犠牲になった。カナダ西部航空博物館に一機のスーパーユニバーサルが展示されている。全世界で現存するスーパーユニバーサルは、この一機だけだと考えられる。 カナダ西部航空博物館に展示されているスーパー、ユニバーサル。出展、日本の名機100選、中島飛行機でライセンス生産された機体は、中島、ブリストルジュピター空冷星が多球機等450馬力。あとに、中島久し新潟空冷星が多球機等460馬力。ありがとうございます。